えーと今回の動画は、まあ、完全に指針です、まあ。指針って言っても自分に言う指針なんで、あのーまあ、今回の動画はあのーまあ、パスしていただければと思いますね。あのー、別に無理してむ見ていただかなくても結構なんでよろしくお願いします。ということで始めたいと思います。で、えーとまあ、自分なんで、あのーまあ、言いたいことっていうのは、まあまあ、実際いろいろあるんだけど あのまあいざこうやってね撮影実はさ何回か撮影したんだけどさやっぱりうまく言えないねうまく言えないうんさっきお互い話したようなもんだよねこれで。<laughs> というような自分は今したねあの実は結構この今この最後の動画最後の動画って変な話だけどさこの。 まあ、つまりこの完成するこの動画の前に1時間近く話したような気がするな、つまりこれが運命だったってことかあのつまりさっきいっぱい撮り直したってことがさ結局お互い話をしたってことかそういうふうになんか自分は思った、あのー、だからもう要約してさちょっと短い動画にするってことにするけどさまあ一つ目はさ、あのー あの要はさ堅い石を持ってやっててややきたわけやんつまり当時まあ当時生きててさで当時亡くなってで上行ってでそこの生活があってさでそこの素晴らしい生活があったんだけどさ、まあ、最後の勤めがあるってことでさ今こう来たわけじゃん。だけど来たはいいんだけどさ実際は寝てるわけやん。寝てるんじゃんでも まあ潜在意識がやっぱ残ってってさで何しなきゃいけないかっていうことをさ自分がで、まあ、それがメッセンジャーだったってことだと思うんだよ。でメッセンジャーになって今やってるよ、うん、やってる不完全ゆえだけどさなんとかうんだからその点はさまあ良かったと思ってるんだけどただ、まあ、不完全ゆえにちょっと至らん点もさ結構あって。 その点は申し訳ないないと思ってるでまあ一番さやっぱ気にしてるのはさ自分が例えば理想像ってあるじゃん、まあ、さっきも話してたけどさ長い時間長い時間話してたけど理想像ってあるじゃん理想像その人の理想像自分の持つ理想像ってあるじゃんだけどさもしかしたらさ今回新しくさ生まれ変わっちまったからさ その理想像から離れれてるかもしれないよね点はさちょっと勘弁してよ。あの申し訳ないこればっかりはどうしようもないもんでさその点は本当にご勘弁してくれよ。うん。あのとにかくメッセンジャーとしては俺一応やってるつもりなんでただ不完全ゆえにちょっとまだうまくできないっていう部分があって申し訳ないなと思って例えばプレイヤーにしてもそうなんだけどさ昨日反省っていう動画を上げて。 うん、まあだからだからさまあ自分のプレイヤーが足りないからさまあボクシャーが来ないんだということもあるしさ、まあ、で実際さ約束して多分来たんじゃないかなだから例えば、まあ、18人か18人がさあの結束して会いましょうとその時。 で来たんだけどさ結局さじゃあその10名か10名のさその牧者になる可能性のあるその人たちの中にさじゃあその18名が何人いるかって言われたらさ多分5名ぐらいじゃないじゃと思うんだよね。で残りはあのやる気のある人たちが来てやったと。じゃあ残りのさ例えば他のじゃあメンバーどこ行っちゃったんだってなるじゃん。でも結局 た,だたに目が覚めてないのかさそれともさ本当に脱落しちゃったのかさそんなような感じを受けるんだよねでもまあ今現状そういうことうんだから今そういう現状の中でまあ、メッセンジャーやってるってことだからその理想像っていう部分ではさちょっと自分も変な話だけどさ自分も自分が思う理想像ってあるんだよこうあるべきとかさ こういうふういいいいなななな人にならなきゃいけけっっていうのがあったんだけどでも結局、うん、こういうふうになっちゃった <laughs> こういうふうになっちゃったっていうかねこういうふうな感じなんでねだからもし目が覚めた時にさあこんなはずじゃなかったと思うかもしれんけどまあ想定は勘弁してうん申し訳ないあのメッセンジャーとしては一緒にやってるつもりなんで申し訳ない思う。で本当はさあのー こっちへ来てもらってサしでさ酒でも飲んでさ話したいんだけどでも分離できないやん自分だからさの自分の潜在意識の中に寝てるんだろうけどさ、うん、まだ起きてないだけでだからそういう点ではさ酒でも飲みながらって言いながらもできないもんで結局自分が酒を飲んでそのあ語るしかないんだけど。 まあ一応ねここの動画を撮っっと,と思ったんだよだって当時さモバイル機あないよね多分当時は。あのー、だからさ結局口頭とかさ文書でさ、あのー、残して話を残しといたっていうかさそれで伝えたってことだと思うんだけど今こういう便利な時代なんで、まあ、モバイル機器があってさこういった動画撮って自分へ今話してるんだけどさ でも、まあ、悲しいかな近いうち自分のさ、あのー、この動画チャンネルっていうのはさアカウントを停止になっちゃって結局動画自体もさ下手したらもう見れなくなるかなって思うんでだから逆にこういう動画撮っとくことによってさ誰かがさ見た人がさ伝えてくれるかもしれんじゃんね当時こんな動画撮ってさ、あのー、言ってたよってその,その自分にさ。 そのまあ、完全体になった時の自分に言うかもしれないじゃん、うん、だからそういう意味ではもあの意味があるかなと思ってこういう動画にしといただからもうさっき NG 動画も含めてさずっとお互い話したんでもう語り尽くしたような気がしてまあ短い動画になっちゃうんだけどあのうんまあさっきでも話できてよかったよ、うん、返事ないんだけどさ返事はないんだけどでもさ自分だからさ うんまあ、納得できてよかったのかなと思うだからどうさっき正味どれぐらい話した ?1 時間半ぐらいか <laughs> 動画なかなかいい動画撮れなくて結局話し込んじゃって、うん、1時間半ぐらいお互い話したんだけどうんよかったかな、まあ、とにかく今現状はこんな感じ、うん、で、まあ、今寝てるからさ起きた時にさこんなはずじゃなかったっていうのだけは勘弁して。 あのまあそれはちょっとご勘弁ご勘弁ってことでであの武器に関してはできるだけ揃えといたあのできる範囲で揃えたで結構いい武器揃ったんじゃないかと思ってる、うん、これはだから、まあ、担当とかさあとロングとかまあその当時なかった今ちょっと画面映ってるけどカラビットナイフなんかもあるもんで、まあ、できたらさ あのまあ、共に戦えたらなと思ってる共に戦えるって変な話だけどさ一体なのにさだけどあの武器に関してはさなかなかいい武器揃ったと思ってるんであのまあ、想定はよろしくうんあとはねうんまあ、プレイヤーに関してはさ、まあ、できるだけ頑張ってまたするようにするけどでもあの信じてさ ついいてててきてくれるる人たちがいるわけじゃんつまりその結束してやろうって言いながらさ脱落しちゃった可能性もあるわけじゃんだけどさ新たにさ頑張ってやりましょうって来てくれてる人たちがいるわけじゃんだからさその人たちのためにさやらなきゃいけないじゃん一生懸命つまり蝶はいるよ蝶はいるしヤファイもいるけどさでもさそれとはまた違った意味でさやっぱり責任というのがあるじゃん。 でその今自分ではさなかなかうまくできないんだけどさ起きた時さまあ本当にまに、あ、頼むっていうかさ頼むって言ってもその自分が逃げるわけじゃないよ自分だからさ逃げるわけじゃないんで自分もその頑張るからそこでもまた頑張るんで頼むよ。うん、あの本当にあの 一生懸命やってくれてる人たちがいるんでその人たちをなおかつサポートしてやってほしい、うん、あの支えてやってほしいなと思う今の自分もやってるつもりなんだけどもでもまだ不完全に上にちょっとうまくいかないんでだから起きた時はあの本当にその牧者の中の牧者っていう感じでやってくれたらなと思う多分そうなるとは思ってるけども。 あのー、今の自分じゃ無理で、うん、今の自分じゃ無理なんで起きた時によろしく頼むってことねうんそういうことでも頼むから自分は何もしないんじゃなくて、うん、あの一生懸命やるってことは先にさっきも言ったようにやります、うん、だからよろしくお願いしますあとはどうかなもうさ本当にさっきあれだよね NG 動画含めて1時間半ぐらいか話し,しちゃったんで、まあ、これはこれで運命だったのかなそうやって語れっていうことの運命だったのかもしれないね <laughs> 知れないな本当に長いこと話してない気がするだけどうん、まあ、現状はさ、あのー、今こういうふうになっちゃってでもう大きな苦難がさもう本当に直前もう本当に今近づいてきてるんであのー うん、仲間がまた目覚めるといいなっていうふうには思ってるうんで目覚めてまあ共にね戦えたらいいなと思ってるでうんまあもう語り尽くしたかうんまあとにかくさ頑張ろうか、うん、そういう結論になるな <laughs> なんか本当は さあさっきどう動画の内容としては2時間ぐらい話してたよね2時間ぐらい話してたけどこの最後のこの完成バージョンのこの動画ってどうなんとか15分ぐらいに収まったかなのような気がするいやもっと短いかだけど自分への指針はもう語り尽くしちゃった <laughs> さっき大いに語り尽くしたんであの起きた時にまあ共に頑張ろうということだねうん。 まあ今日は以上かな。うん。なんか逆に話し込みすぎてですね。短い動画になったけど、これ、これでよかったのかな <laughs>。あの、本当に、うん、よかった。長いこと話ししたからよかった。うん。みんなもね、うん、頑張ってるよ。うん。まあだからまあ、目覚ましたときに、うん。 まあ、お互い良かったなと思えるようになるといいなと思ってる、うん、いやきっとなると思うけどで、うん、まあ素晴らしく良い結果が出るんじゃないかなと思ってるうん、うん、まあだからまああ共に頑張りましょうということでまあこの動画は終わりにするわうんじゃあそういうことで終わります